皆さんどうもピーマンです。今回のイチローのレジェンド物語は4月の10日楽天戦から始めていきますぞい。ここまでの打率は2割6分9厘、悲しい数字になってるね。年間ヒストリーで見ていくとこんな感じでございますよ。現在4試合連続安打中ではございますが、毎日1本というペースですね。これではシーズン最多安打更新することはできない。そして見てくれ、この異常な内野ゴロの多さを、外野に全く飛ばせてないっていうね。ここ4試合で見ていくとね、ヒット以外外野に飛んでないんだよね。全部内野、セカンドゴロ、サードゴロ、ショートフライ、ショートフライ。併殺だ。もう何なのこれ。楽しくね、今のところ非常に楽しくないよ、本当に。もっともっとね、ヒットを量産して、シーズン最多安打をね、更新していかないとダメですから。今回の実況ではこの楽天3連戦、そしてソフトバンク3連戦に、セブン 2連戦をね、プレイしていく予定なので。じゃあまず1戦目、則本ですね。ボコボコにしていきましょう。たくさんヒットを量産していくぜ。やっていくぞ。シャー、今季初対決楽天、そして則本。難しい投手ではないと思う、俺は。打ちやすいと思うよ。とにかくね、凡退するにしよう、いい凡退というのをね、していきたい。もう、しょうもない内野ゴロなんていらねえ。誰も求めてねえよ、そんなの。もっと外野飛ばしていこう。まあ、パワーがないのでね、仕方ないっちゃ仕方はないんですけどね。あら、スリーボール。ああ、やい。衰えたイチローに対して、お前、ボール先行って、逃げてんの、オタク逃げてる。ああ、うち。どうこん、ありがとう。まずはいきなりフォアボールを選びました。フォアボールもね、そこそこ選べてるので、まあ今のところね、出塁率は3割は超えている。まあ、リードオフマンとしてやってるからにはね、まあ、シーズン最多安打もそうですけど、チームをリーグ賞を導いていかないとダメですから、やっぱ出塁率は3割は絶対に超えておかないと。それを下回ったらもう最悪だよ。完全にね、邪魔者になってるよね、チームの。そうはなりたくないからね。チームの危機を救うもの、チームの救世主となりたいわけですから。まあ、フォアボールも選んでいかないとダメなんですが、まあそれよりもヒットだ。わーお、簡単に2ストライク。チェンジアップかな、打ち損じたよ。さてどうなる、1-2。わー、内野ゴロね。速い球、振り遅れての内野ゴロ、いつものパターンだ。ひどすぎるね。凡退するにしてももっとかっこよくって言ってるじゃん。さて、2アウトランナー2塁、得点圏打率は12-3。今季は2打点。よくチャンスで回ってくるんだけど、なかなか打てないんだよね。得点圏打率は2割5分ですから。ボール。さあ、4球目は何か。わー、早いんだな、球がこれが。5球目は何で来るか。おお、見逃した。もういい。ボールでいい。うわ、どうだ。投げんの丸。自分の投げんの丸。押して、入った。ありがとうございます。得点圏での内野安打。オッケー。これがイチローにはあるからね。衰えてもこの内野安打というのを量産してますから、この1本が出てくれたらね、かなりね、イチロー調子に乗ってきますよ。とりあえずこれで5試合連続安打だね。ヒットを続けていくってことは大事だ。ただ外野に球はまだ一度も飛んでないスムニーだ。誰か飛ばしてくれスムニーだ。お願いしますよ。どういった攻め方をしてくるか。3球目は何で来るか。うわあ。マジか。今のは打つべきだった。さあ、勝負してくるのか。ダバーシー。オーマイガー。だから言ってるじゃん、凡退するにしょ、もういい、これがイチローなんだ、今のイチローなんだ、外野まで飛ばせないイチローなんだ、オッケー、いいんだよ、凡退するときなんて、どうせ凡退なんだから、内容なんてどっちでもいいんだよ、ヒット打ちゃいいんだよ、ヒット打つときだけ外野飛んでいけばいいんだよ、凡退の内容なんて知らん、俺には興味ない。イリン、まずは先頭バッターを打ち取っています、ボールになります。2球続けてきたね、ボールを。はい、これもボール。これもボール、3-1。フォアボールはいらないな。選んじゃったね。はい、フォアボール。これで今日は終わりかな。はい、終わりましたね。3-1、そして2本のフォアボールですね、今日は。よく選べてたと思う。出塁率を上げれた1日となった。そして5試合連続安打。これは非常にいいんです。開幕、まずね、実況1回目、1戦目からね。
リードオフマンとして活躍できたというのは非常にいいことですよ。褒められる。イチローをなでなでしてあげたいね。お次じゃあ2戦目、本日のピッチャートムラになりますね。やっていこう。防御率は10点台。はっはっはっは。そんな防御率でイチローに挑戦しようってか、バカバカに打つね。これはありがたいね。いや、まあ前は炎上したからといって今日はどうなんだっていう話だけどね。まあまだシーズン始まって多分1試合しか登板してないからね、当てにならない防御率なんて今日絶好調かもしれないし、はい来た、しかし打つんです、ありがとう。綺麗な鳴き、音も完璧だね。かこん、この音を寝る前に聞いて寝たいね。いい夢見れそうだよ。うん、しゃ、まず1本出ました、ありがとうございます。ふぅ、内野安打ではなく外野しっかりと飛ばしたからね。それ大事、それ大事。ただここまでね、ヒット14本くらい打ってるけど、全部シングルなんだよね。全部単打。完全なるアヘアヘ単打マンとなってますから。まあ、これで走力があればね、アヘアヘ単打マンとは言われないんだけど、盗塁もまだ1個しか決めてないからね。おーっと、どうだ、タイミングがやや早かったか、悔やまれる1打となった。これはあかん。それもあかんし、これもあかん。どうだどうだどうだ、内野安打、あーこれは無理だな。うわ、もったいな、あの一球悔やまれるね。ちょっと早かった、いいとこ来てたのに。そういうミスショットをなくしていかないと3割すら達成できないんだよ。3打席目アウトランナー1塁かも。打率は2割8分1厘。まあ最低ラインだね、本当に。4月の段階でこの2割8分っていうのはキープしとかないともう確実無理だよ。シーズン最多安打も3割もね。インコース落としました。内野はバント警戒してませんね。ゲッツー体制ですね。うん、そのようです。おー、ダメ、ショートフライ。これが超えないんだもんな。この手の詰まった打球は大抵超えるんだけどね、他のバッターだと。そこを超えてくれないという辛さを今もう痛感してます。あー辛いと、あー涙を流してると。今日はなんかヒット量産できるような気がしたんだけど、1本のみか。3の1、そして4打席目ワンアウトランナーなし。ランナーがいたらね、ファーストにランナーがいたら内野安打っていうのもなくなるからね。ランナーいない時にヒットを稼いでいかないと。うわー、キレッキレじゃないですか。えぐいな、落ちるな。うわー、もうファル、よし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 。スライダー、ボール球だよ。反応しなくていいんだよ、反応はしなくていい、無視でいい。ツーオン、ボール球2球連続。まあ、振るわな、あんな球投げられたら。振らない人いないと思うよ。なー、悪い。今のフェアでもアウトだけどね。よし、出て、ようやく見逃したね。ここまでカットカットカットできてたから。無理ー。曲げられたらもう俺は無理です。お手上げです。白旗を振ってます。私、一郎はね。お、5打席目延長突入できましたね。どうだ、もう一本欲しいとこだな。5の1は打率を下げることになるからね。5の1ではなく、5の2でいこう。松井裕樹。楽天の守護神、いやパリーグを代表する守護神と言ってもいいだろう。その守護神からの一打ないか。対左には強いからね、一郎。あーあー、もうクソボール振っちゃってるよ。もうその胸元の球振って何になるんだ、一郎。何が起きるんだ、ヒットは起こるのか、打てるのか、打てないだろう。どうだ、もう一回来るか、もう一回来てほしい。どうだ、よし来たね。2アウトランナー一塁、6打席目。ここで打てなければ今日6の1。打率も2割6分7下げてるね。あー、真正面、ゲームセットではない、チェンジだね。うーわ、もう理想的なスライダー、それを真正面に打つ。うーん、全く計算通りだ、全くね。はい、終わりました。6の1、これで8試合連続出塁。もうありがとう、褒めてくれてね。6の1じゃダメなんだ。あれ、褒めてくれた割には監督評価が下がったぞ。あいつ言ってることとやってること矛盾しとんな。いやいや、6の1、これだけの打席が回ってきて1本しか打てなかった。もう悔やまれることですよ、本当にね。あ、死にたって思いましたね。ダメダメダメ。次行きましょう。3戦目ね。楽天戦はこれが最後。今日の先発は菊池。やっていこう。調子悪いのベストピッチ投げれんのか、お前は。すげえな。調子悪いやつそんな投げれないけどね。もっとさ、甘い球ちょっと一球くらい。一郎だぜ、お前。世界の一郎だぜ。甘い球さ、胸元投げろって誰がやったんだ、バカ野郎。人の話を聞け。
甘い球プリーズ、甘い球を僕は求めています。甘い球大好き。フォアボール選びました。よかったよかった。かやばやと追い込まれてたんでね、これはありがたいですよ。まず1打席目選んだ、選ぶということが大切だ。さっき6の1かましたからね、あれでちょっと出塁率結構下がったと思うんだよ。アウトランナー2塁。おお、落ちるかそこから。まあ、ここは内野安打も狙える場面だからね。ファーストにランナーがいたら内野安打なくなりますが、セカンドだとある。その場合ちょっとセカンドランナー進塁できないけどね。うわっ、ああ悪い、よかったよかった。なんちゅう打球打っとんねん。おお、やべえな、またこいつ、またこいつスライダーピーかよ。ああもう最悪、ファールだろ。よしよしよ、ファールファールファール、イエスイエスイエス、切れてくれてありがとう、ナイス。ほほほほ、粘りまくる。やべえな、これで8球目かな。次流したが真っ正面。ウィーラーに取られた。ウィーラーはこのヤンキース時代イチローとチューメイトでしたからね。2014年だったかな。うーわー、あんだけ粘った後にヒットを打つのがイチローなんだけどね、本来のね。あれだけ粘った後に打てないのはちょっとイチローらしさゼロかな。盗塁のサインが出てるね。でも打ちに行くよ、うん、関係ない関係ない、打ちに行く。体勢のままですね。バントには備えませんね。そのようですね。さあ3球目は何か。打ちたい時に打つのが一郎だ。エンドランだって、マジか。ランナースタート。エンドランは一応成功は成功だよ。進塁打になったからね。ただ打た、もうそんな一郎の時サインポンポン出さないで、やめて。盗塁とかエンドランとかいらねえんだよ。チーム勝ってる中そんな自由に打たせろ。フリーダムで行こうよ。自由が大事、自由さが大事。祈祷を締め付けないで、そのなんかいろんな縛りで。やめろ。ただでさえ打ててないイチローがもっと打てなくなるだろう、バカ野郎。落ちるとこまで打率は落ちてるぞ。このまま落ちていくだけなのか、それともここでまた一本打つのか。そんな打てへんってバカか、お前少し考えろ。打とう。もう、凡退するにしても、もっと飛ばそうよ、イチロー。なんなの、その見てて面白くない野球は。クソほどつまらん野球しとるぞ、イチロー。しょうもねえわ、サードフライって。うわ、打率2割5分、ちょうどここで打てなければ、その2割5分さえも切ってしまう。得点圏、はい、真正面アウト。なんでショートがそんなとこにいる。いつも違うじゃん、もうそっち行けや。もう最悪だよ、あそこ抜けないんだ。もう無理だわ、最悪ほんと。4-0ですよ。ほんとにね、連続ヒット途切れて、そして打率も2割5分切って、なんか失っていく感じがするね。身につけたものを脱がされてる感じがするよ。ほんとにね、ちょっとスランプ続くこの2試合。楽天戦全くヒット打てず、打率は2割6分4分6。落ちるとこまで落ちていくのか、イチロー。そうはなりたくないんです。はい、今回からソフトバンク戦が始まります。この3戦プレイしていきましょう。まず1戦目、ピッチャーはバンデーハークね。やっていこう。行こう。ソフトバンク戦ではね、ヒット量産していこうよ。1回からいきなりボコボコンされてるけどね、チームは関係ないんです。そのチームがボコボコンされようが、イチローが打てばいいんですよ。あっさり追い込まれたぞ、バンデー。ちょっとさ、ちょっと手加減するみたいな空気読めないの。ああ、よし、ファール。とりあえず転がせ。もう転がしちゃ内野安打の可能性もある。それすらもできないんだ、今。もう全部打ち上げてる、凡退するにしても。しょうもないライナー。フライ。転がせば内野安打もあるんだ。そうだ、転がしていこう。もう出た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 、毎度おなじみ。はい、毎度、これがイチローですわ。名刺代わりのイチローですわ。はあ、こんなにね、こんなにね、楽しくない気持ちで打席に立つのもなかなかないよ。野球は基本楽しいものだと思うけどね。こんなに打てないものか。もういかんわ、これ終わったらもうダメだ。これもう3割無理、3割もシーズン最大の無理、これ無理無理。分かった、もう絶対無理だこれ。もう
ひどいわ、これは本当に。もうクソみたいなとこも全部手出してるよ。今のは確実にボールだもん。もう転がせないっていう。みんなゴロさえも出なくなったぞ。2割3分9厘。あーもうこれ最悪の流れに入ったね。うん、今日はダメだ。1割あるよ、これ。ひどすぎる、本当に。148キロ。あー、ようやくちょっと捉えたな、甘い球来たなと思ったら、それを全部打ち損じるんだもんね。これもファウル。ここはストレートを続けてみてもいいかもしれませんね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ボールじゃないか。もうしつこくカットした後待ってるのはどうせ内野フライだろ。分かってんだよそんなことは。よし来た。これはセンターに落ちない。柳田空気読めよ少し。お前もお前は打てるんだから空気を読めよもう。はぁ、もう最悪だ。ようやく取られたと思ったらね、ようやく外野まで飛んだよ。まあ取られたけどね。4打席目、3-0と来ている。打率ももうどこまで落ちてる。2割3分5。3割も出塁率3割も切ってるだろうね、これじゃ。余裕で切ってると思う。リードオフマンとしてはもう過去ワーストだと思うけどね。ああ。はい、終わり。終わり。最悪だ、ほんと。クソつまらねえわ。今日は 4-0、かれこれ14打席、快音が効いてない。すまんねえ。でも打てへんねえ。14打席ノーヒットってことだよね。でもごめん、本当に打てねえや。ひどすぎる。ちょっと年間ヒストリーで見ていこうか。最後にヒット打ったのが4月11日の1打席目。それからショートゴロ、ショートフライ、ミノさん、投手フライ、セカンドゴロ、んで、サードゴロ、セカンドゴロ、サードフライ、ショートライナーで、ショートフライ、投手フライ、センターフライ、投手ゴロ。なんじゃこいつ。もうイチローは終わった選手だね。もう使えないゴミだわ、これ。ゴミローですわ、もう。ダメ。まあ、どうせ次も打てないんだろうけど、やっていこう。絶対打てない。さて、落ちるとこまで落ちてる大絶賛イチローですよ。終わったオワコンイチローですよ。どこまで落ちていくんでしょうか。どこまでも落ちていくんでしょうか。あー、もうこの流れを止めていかないとダメだ。このファールの時点で察せたよ。あ、無理だな、ということだね。もう、ボールだ。もうスライダーだよ。もうスライダー来たら反射的に振っちゃうね。おお審判ありがとう。本来ならストライクでもおかしくないボールだよ。全部ずれてるもんね。カットが多い。もう全部ミート合ってないもんね。ちょこっとずれ、ちょこっとというかだいぶずれてるもん。流した。よーし、これは内野安打。とりあえず一本。14打席ぶりに出ました。一本です。この一本で満足しないようね。これから量産していく。これから伸ばしていく、もっともっと。14打席凡退。そしてヒットが出たその後待ってる光景とは、綺麗な光景、美しい光景なのか、それともまた負の光景なのか。あ、嫌だなっていうね。あ、ここにいたくないなっていう世界が広がってるのか、どっちなんだ。ハイボール。ボール先行です。どうだ。おお、どうだ。内野のもあるぞ。あー惜しい。いいとこ打ってるんだけどね。もっとちょっと1、2間間打たないとヒットにならない。ちょっとタイミングが早かったかな、うん、ちょっといい打球出始めたよ。ヒットコースにだんだん飛んでるような気がするね。さっきもショートゴロだけど、あ、バントのサインが出たね。さっきもショートへの内野安打だけど、本来なら抜けておいてもおかしくないからね。よし、5回もバント確実ですよ。うん、送りバント。まあバントのサインが出た以上は決めていかないとダメですからね。チームの勝利にも貢献していかないとダメだ。その中でシーズン最多安打を更新していく。難しい。秋山も更新した。イチローもそういう中で更新したからね。このイチローもまた更新していくんです。貢献しつつね。さて、共にメジャーリーガー対決ですね。五十嵐 VS イチロー。五十嵐といえば、あの日本オールスターでイチローにホームラン打たれてますからね。ドカンと一撃ね。
昔のね。4球目は何で来るか。うわー、インコース、スライダー、インハイ、ストレート、スライダーだね、ストレートね。ナックルカーブ、これだよね。五十嵐はこれだ。それは打てない、やめろ。とにかく1本出てくれた。あー、1本出てくれました。青、盗塁も2個目決めてくれてますね。はい、現在盗塁は2個、しかし打率は2割36厘、まだ低いからね。次ソフトバンク3連戦の3戦目、最後の試合になりますね。ピッチャー寺原、打っていきましょう。もう一本、2試合連続安打、やってこう。こいつもまた、もうみんな持ってるわな、スライダーなんて。この時代にスライダー持ってないピッチャーなんていないわな。アウトロー外れます。イチローには厳しい時代だよ。全部がスライダーだ。スライダーしか投げてこねえ。からのストレート、トゥートゥーです。追い込まれました。ここからどうなんのって、ここからどうせクソみたいな凡退だろ。おう、スライダーを打ち損じてファール。おギリギリのとこで俺は生きてるよ。ギリギリでいつも生きていたいからよろしく。はい、もうこれは無理。あんなスライダー、ストレート、スライダー、ストレート連発の中、もうその中でサークルチェンジ投げてこられて、どこの世界に打てるバッターがいるんだよ。打てるわけねえ。完全にタイミング外されたわ。だってそんなん知らないんだもん、サークルチェンジ持ってるなんて。まずはワンアウトを取っています。悩んだ、レッツゴー、来た。はい、これが一度、ありがとうございます。2試合連続ヒット、2試合連続悩んだ、来た。これが出始めたらちょっと強くなるぞ、一郎は。さて、得点圏はアウトランナー2塁、来たよ。得点圏のチャンス、得点圏打率は2割6分7、打率、まあ平常打率よりは高いよね。ただそれじゃダメなんです、3割は超えていかないと。見られますから、ミスショットしないようにしたいですね。うわー、会心の当たり、これが打って全部真正面になるのもねえ、全部真正面になるからね。なぜかよくわからんが、俺にはよくわかんねえだ。わからんわかんねえからわかんねえんだ。あーつらいね。あーとランナー一塁ね。まあバントの技術がしっかりした選手なんで送らせていいでしょうね。さあランナーをどう生かしてくるか。もうもっと見ようよ、寺原スタミナないのにさ、赤だったじゃん。なんでもっと見ないの、なんでそこで振りに行くの、そのカウントで。自分がわけわかんない、もう分かってるのに振っちゃダメだって。頭止めてるのに手は行くっていうね。俺の頭全然有能じゃないわ。手がダメなのか頭が悪いのか、どっちがあるもう分かんないけどね。少なくともランナーを進めるようなバッティングは求められるでしょうね。なるほど、そうですか。くそったれ、追い込まれた、もう負けだと思う。ナックルカーブがあるからな、あのカーブ投げられてゲームオーバーだろ、どうせ分かってんだよそんなのは。あいもう振る、そんなん無理かの。振っちゃう。はい、ゲームセット終わりだ。さてソフトバンク戦が終わりました。年間ヒストリーで見ていくと2試合連続安打中ではあるんですけどね。それじゃダメなんです。まあ1本出てくるだけ本当はありがたいと思わないとダメな時代になってるかな。もうイチローはそれが限界かな。2割3分4厘、悲しい数字だよ。これがイチローなのかと、これがもう全盛期のイチローはもういないんだなと実感する試合が何試合か続いてますけどね。まだまだ打っていく。まあ4月の段階で春先なんて、いつも春先が調子悪いんだそうだイチローはね。しゃあ、セーブ2試合で1人を3打やっていこう。エースだろうが何だろうが関係ねえんだよ。岸君いいピッチャーなのは分かるけどね、君からヒットを量産するんだ。とりあえずまずは3試合連続安打だね。ホットモットフィールドはね、あのなんか芝生がね、眩しいんだよね。目が痛くなるんだよ。よし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 、もう手前に弾かないでしょ。あの打球が手前に弾いて落ちるってないでしょ。弾くのは分かるわ。弾くのは分かるけど、もっと弾くでしょ。もう、マジっすか。もう今のは完全にヒットだと思った。抜けてれば、もっと弾いてれば、もう、神までも一郎の敵なのか。運にも恵まれてないわ。運もね、実力もね、どうしろと。わかんねえだ、俺には。打てねえだ、こんなもん。今のはよく見ましたね。ボール先行です。スリーボール。とりあえず久々のフォアボール選べるかな。
フォアボールもちょっと2試合3試合選んでないからね。はい、ありがとうございます。選ぶことも大事だよ、大事だよ。打てないから選んでいくしかないんだよ言うて、現実はそこだよね。打てないから選びたい、どうせ打てないから。バッターはイチロー。まあバントの上手い選手ですし、ここはバントでいいと思いますね。さあランナーをどう生かしてくるか。ここはゲッツー体制のままですね。バントには備えない。わあ、もうゲッツーだ。セカンド取った。これでゲッツー3つ目かな今季。多いなー。リードオフマン。だから完全にもう。完全に真正面ばっか打ってるってことだもんね。捉えたと思ったら全部これだもん。打つとこが悪すぎる。さて3試合連続安打をかけた試合、とりあえず1本打っていかないとダメなんですが、打てない。打率は2割2分8厘。今季のイチローみたいな打率になってるよ。ついに2割2分きましたね。これはマーリンズイチローですわ。ただマーリンズイチローになりたくてこのスタープレイヤーを実況してるわけじゃないからね。みんなあんなんダメだよ。3球目見送っています。ボール。よし来た。これはどうだ。落ちてくれ。イエス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 、ヒット。イエスイエスイエス、1本出ました。3試合連続安打。ほーイエス。これはねちょっと落ちるか落ちないかの微妙なとこだったけどね、脇屋取れず。オーケー、ありがとう脇屋。ちょっと脇屋に感謝したいね。来季から巨人でしたから、頑張ってくれ。巨人ファンとして応援してるよ。落としてくれたからね。落としてくれなかったら多分応援してない。ブチ切れてる。ザケンじゃねえてめえって言ってるね。シャマルチといこう。久々の、まずは先頭バッターを打ち取っています。運がちょっと出始めたんじゃないの、あれ一郎に。守護神高橋がバファローズ打線の前に立ちはだかります。まあピッチャーがいいですからね、どう攻略するかですよね。うわー、もう何も運とかも来てねえ。運も実力も来てねえよ。別に変わりなしだ、いつものまんまじゃボケ。さて今日のイチローは4-1、そして1個のフォアボールでございましたね。3試合連続ヒット中でございます。1本1本打ててますね。まあもう本当今はもうこの1本1本噛み締めていくしかないからね。いいんだ打てないからね。打てないよりかマシだと思ってるから当たり前ですよ。打てないって辛いからね。さて今回の実況最後の試合になるね。西武戦、最後は先発左ピッチャーですか、菊池ですよ。 OK、その菊池からね、最後、猛打賞、行きたいところではあるよね。最後くらい笑顔で終わろうよ。やっていこう。よし !1 番バッター、一郎よ。ミートでかいね。やっぱ左ですから。対左には強いんだ。その対左から打てなかったらもう終わりだ。うん。球が速いからね、苦手なピッチャーだよ。球速で押してくるっていうのは。うち。球速9位で押してくるね。ああ、うちワン、ツー。オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー。うわあ、こんな見逃し三振ありますか。もうストレート、ストレート目慣れてて、もうストレートまた来るかなと思ったら、そこでもう、やめよう、そのパターン。速い球投げたと、緩い球投げた。それは打てねえ、打てへんよ、もう。世の中みんな打てないよ。面白くないね、君。空気読めよ。つまんねえわ、菊池は。バッターからするとどのような感覚なんですか。もうこれは内野安打、どうだ内野安打、どうだ内野安打、どうだ。ああ、ないわな。キレがいいということですね。もっと打球の勢いを殺さないと。さて2-0だ。あっさりと凡退している。3打席目ワンアウトランナー1塁。この場面では内野安打期待できないからね。外野まで飛ばすしかないよ。2割2分9。バッターボックスにはイチロー。まあ送るとしたら彼がきっちり決めてくれるでしょうね。なるほど、そうですか。追い込まれちゃダメだし、早いカウントから振りに行くのもまたそれもダメ。難しいところではあるね。西さん、ここは走ってこないんでしょうか。いや、まだわかりませんね。うわー、もうそれ打ち損じたら打つ球ねえぞ、お前。何も残ってねえぞ。ほらね、ゲッツーだ。またゲッツーも、バッコかよ、ほんと、今季4、4個目。おそらくね。また真正面。全部真正面だよ。飛んでいくの。なんでこの全部真正面になるの？都合よくね。守備シフトとか変わってるはずなんだけど、それでもなお真正面絶対飛ばすっていうね。おかしいんじゃないの？ねえ、細工されてんじゃないの？何か。
を切っていますが、西さん、ちょっと調子を落としているんでしょうか。これがおそらく最後の打席になるでしょうね。今回本当にクソみたい、本当にゲッツーやらかしましたけど、最後ぐらいもビシッと決めようよ、一度頼むよ。本当に全部真正面飛んでいくけどね。あれ104球超えててスタミナが真っ赤なの、なんでまだベストピッチでそんなストレート投げれんの。全然リアルじゃないけどね。プロスピでスタミナ真っ赤、球数100球超えても余裕で157出るからね。どこの世界の話だよっちゅうね。メジャー行けよそんなやつ。もうこれで終わり。ゲームセットね。はい、最後はブザマに 4-0。 何にも変わらないいつもの毎日でしたね。いつものデイズ、僕らのデイズですよ本当に。 OK、 じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。次回は4月の21日ロッテ戦から始めていくんでね。今回の実況は9試合をプレイしました。4月の10日から楽天戦ですね、から4月の19日西武戦までプレイしてみましたが、打てたヒットは 1,2,3,4,5 で、フォアボールは3つ、あ、4つですね。9試合、で9個の出塁、まあ、毎日1個ずつ出塁してるみたいな感じではありますが、全然打てないね。マルチないしね、今回1本ずつ、無安打の試合もありましたよ。虚しいね。そして現在のイチローの成績を細かく見ていくと、まず現在の首位打者はメヒアの4割0分3ですね。恐ろしいね。イチローはどこにいる？これワースト下から数えた方が早そうだね。現在のワースト打率は、あ、イチローじゃないんだ。世の中ひどいやつもいるもんだね。イチローはワースト16ですね。下から数えた方でが余裕で早いっていうね。打率は2割2分4厘。試合20試合プレイして85打数の19安打。ほんで19本全てが単打ですね。長打率は2割2分4。打点は2打点。得点圏打率は2割5分。対右打率が2割3分9。対左が1割6分7。対左の方が得意なはずなのに、対左の方が弱いっていうね。どういうことだよ。で、得点7得点、三振が6、フォアボールが8個で、併殺打が4個、多すぎるよね。この他の選手と比べても圧倒的に多いよ。ひどすぎるね。んで、盗塁が4回やって2回成功で、成功率は5割、出塁率は2割9分で、OPS は5割1分4と、これはもうマーリンズイチローですね。全盛期の輝きというものは何一つないでしょう。いや、非常に今回はもう悔しい。ね、悔しいというか、今回もですね、もう本当にひどい試合がどこまでも続いてます。次回はね、4月最後の実況になると思いますので、そちらでね、たくさんのヒットを量産して、とりあえず2割5分以上はもうこれは本当に最低ラインだからね。いくら春先とはいえもうこの2割2分4はあかんわ。もう事故ですよ、事故。悲しいね。非常に悲しさを覚える数字でございますが、次回はもっとヒットを量産していくのでお楽しみに。グッバイ。また会いましょう。